スーパーディスクドライブとディスクスーパーディスクは、松下久し電子工業株式会社とイメーション、株式会社などとで共同開発されたリムーバブル時期ディスクメディア。1996年発売。記憶容量の小さいフロッピーディスクに代わる大容量の次世代 EFD 製品がいくつか登場したが、その中の一つ。当初、LS-120 という名称だったが、 1997年にスーパーディスクへ改称した。記憶容量は当初 120MB であったが、2000年には 240MB 対応のドライブディスクが登場した。磁気ディスクの表面に微細な溝を形成し、レーザー光を使ってトラッキングを制御することで、FD に比べて大幅にトラック密度を向上。合わせてメタル磁性体を採用し、 ディスクの内周と外周で記録密度を同等にするゾーンビット記録方式を採用したことで1000記録密度も向上し大容量の記録を可能としたディスクは3.5インチ FD と同じ外形寸法をしている一方ドライブにはスーパーディスク用従来の3.5インチ FD 用両方のコアを持つデュアルギャップヘッドを搭載しているこのため 双方のディスクが読み書き可能な広報互換性を持っており、同容量体のリムーバブルディスクである3.5インチ MO や ZIP に対するアドバンテージになっている。同様に 240MB 対応のドライブでは 120MB のディスクも読み書き可能。またスーパーディスクドライブをブートドライブとし、FD やスーパーディスクを起動ドライブとして使用できるが、これには、 pc 側のバイオスの対応が必要である。ジップなどの同種のメディアと同様、データの代用量化や、cdr-cdrw-dvdr-dvd-ram-dvd-rw 等の急速な普及によって捨てれていき、その後は、ハードメディアともに入手が困難な状況になった。240MB 対応のドライブには、通常の3.5インチに HDFD に、 特殊なフォーマットを行うことにより、容量を 32MB まで増加させる FD32MB という機能が追加されている。FD32MB フォーマットは、重ね書きによるトラック密度の向上、トラックごとの記録密度を一定にする ZBR により1000記録密度を約1.4倍に向上、HDD で使われている。 パーシャルレスポンスマキシマムライクリーフットにより線、記録密度を従来の約2倍に向上。C1ECC 技術導入による信頼性の向上などにより 2HDFD へ 32MB 記録を可能にした独自の技術である。なお、FD32MB は追記専用であり、データの書き直しにはフォーマットの繰り返しが必要である。 このフォーマットを行ったフロッピーは通常のドライブでは読み書きできず通常のドライブで読み出すと FD32MB フォーマットである旨を伝える警告文ファイルが置かれている。なお、Windows の場合は通常のドライブで再度使用するためには通常のフォーマットを行わなければならずクリックフォーマットは推奨されていない。Mac では標準のフォーマッターでは このディスクを 1.44MB として再フォーマットできません。と書かれている。ありがとうございます。